根幹にあるのはやはり米です。米の味、米の香りですね。雄大な九州山地のふもとに山々に囲まれた盆地がある。人吉球磨地方、盆地の中央を貫く清流球磨川は地域の象徴だ。その水が西日本でも有数の米どころを作り上げた。そんな米どころで生まれた焼酎がある。それが球磨焼酎だ。人吉球磨というのはですね、伝統的に非常に稲作が盛んでいい米が取れたということが背景にありますね。球磨焼酎はですね、米麹にさらに米をかけて作るのが米焼酎と、非常にライトなものから非常にヘビーなものまでバリエーションが豊かであるというのが一つの特徴だと思います。米は日本人の主食で基本的にいろんなおかずに合いますよね。それと同じで、合わないものを見つける方が難しいというぐらいいろんな料理に合います。人吉球磨は険しい山々が連なる天然の城壁に囲まれ、戦乱が起きることもなくおよそ700年もの間同じ領主によって統治されたという。いまだ歴史的文化的に価値が高い建造物が数多く残り、時間が止まったかのようなこの地のことを人々は隠れ里と呼んでいる。球磨焼酎というのはいわば伝統工芸みたいなものなんですね。球磨盆地の気候風土と鮮烈な水、素晴らしく美味しい原料、そして情味あふれる人たちの手によって作られた球磨焼酎、一言で言えばですね、ソウルドリンクでしょうかね。